やっちゃってるかな。やっちゃったんじゃないそれは。あれこんな元気なかったかな。ああ。結構固まってますね。いや結構ダメそうだね。ナスがこれもちょっとやばいんですよ。まあ、まだ育つと思うんですけど、あ、1個枯れちゃった。1個枯れちゃって、でこっちがうまく育てばそのまま育つかもしれないけど、去年とかの様子見ると2、3個見つけたらそのまま枯れちゃいそうなくらいの。でキュウリはもうダメだ。こっちがもう葉っぱがほとんどなくなっちゃったもんね。場所が、前やったそこの辺が綺麗だし、形入る絶対虫刺されしますから植えたのどの辺でしたっけ。この辺やっちゃってるかな。やっちゃったんじゃないそれは。やっちゃったかな。この実っぽいのもついてますよね、これ。そう。花咲きそうな。そっか。綺麗に。よかった。ここの辺ちょっと切っちゃってました。あら、本当だ。ギリギリでしたね。思い出してよかった。ここだけでも大量に取れそうじゃないですか。本当にこれ売れないですかね。畑やりますか。
今清水さんの足あるこの辺まであったはずなんです。あ、本当。あ、これはいい土だ。だいぶいいじゃない。もう寝ちゃいます。いいんなんやと。これで全部ですか。うん、よし。どうします、菊芋とかじゃがいもとか。こちらにやりたいね。多分近いところに生えてるやつを移植した方がいいですよね。でもこれそんなピンポイントで取れるか。この辺一個やってみます。とりあえずやりやすいのはこれだよ、まあ、離れてるやつの、うんうんうん、いいのそんなちっちゃいので。いやちょっとでかいのでいくの怖くない。いやいやでかいのでもう周りざっくりこのくらいは必要ですよね。あもっと話したら。いやでもここに根っこが見えてるから大丈夫、この辺りで大丈夫じゃないかな。慎重にね、慎重にね。え、一気に行くの。いや、いけそうですよ。ちょっと四方やってあげた方がいいんじゃない。いやでも、うん、いけそうじゃないですか。本当いけそうじゃないですか、これ。いけるんじゃないですか、これ。いける。おお、すごい。これだったら移植いけるんじゃないですか。植え替えられるね。どうよし、じゃがいもも持ってこう。じゃがいもも1個でいいですか。1個で2、3日大丈夫そうだったら全部やろう。そんな近くて平気。
あれこんな元気なかったかな。ああ、水水水水水でしょ、やばい、植え替えダメかこれ。こっちもどんどん元気なくなってきてる、ほら見た目ではこれくらい。植え替えやめます。やめよう、中止中止なんですね。フリー上手だね。結構難しいですね。ねえ、すごいピンピンしてた音場だよね。そうですね。あれですかね、こんな暑くなる前に植え替えなきゃいけないとかなんですかね。まあ明日まで死んじゃう。とりあえずこのまま様子見てみます。じゃがいもはまだ元気そうですけどね。結構固まってますね。ただ、まあ、だいぶ重いですね。もう2週間乾かしてるね。そうですね。ひび入ってるのはやっぱちょっとひび入ってますね。これ全部入んないかもね。意外とでかいっすね。うん、いいか。まあちょっとやってみてですかね。うん、後ろ側焼けなさそうな気がするんだけど大丈夫かな。焼けない気しますね。キョウちゃん、肌露出した手突っ込むの？いや全然余裕ですよ。うん、その手ってその傷だらけちょっととりあえずこれだ。うん、何それ。あ、お、すげえ、レンガだ。やっぱりまだ綺麗に焼けたね。結構反対はオレンジのところ。ダメならもっと割れちゃうでしょ。おお、カチカチ、すごいいい音してる。外側がさ、ほら火が当たってないからあんま焼けてなくて。熱い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 。なに、いたろうな。手が熱いってこと。耐熱でもダメ。なにダメ。暑いですね。ひっくり返すのは明日でいいんだから。それだけ戻せば。雨だよ明日。だからとりあえず蓋して、うん、濡れないようにだけして、次お風呂沸かすときに反対向きにして、反対側も焼く。どこに置くんですか。これはいつも通り一番下でいいんじゃない。焼きたいよね。もうちょっと焼きたいですね。いや、きつ。
そうだな。見ましょう。意外といいかもね。ええ、めっちゃ無理やりですね。焼けてくれりゃいいですけどね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。